ただ一次予選の3レース、はい、まあ、ライン3人でこうしっかり決められたっていうのはだいぶ良かったなと。そうですね、良かったです。うん、実際どうでした、その福井を走って小倉がちょっとこう良くなくてで、はい、まあ不安あったですけど、はい、その脚力より、まあ、小倉ちょっと組み立てが問題だったかなという感じで言われたので、はい、そうですね、そこをかなり初戦は意識してたの。まあ、もう赤番で出ることだけ考えて、はい、まあ、そこしっかり、まあ、2周でも行ってしまうことがつながるかなと。そうですね、後ろ固めてくれてたんで、まあ、特に武井さんと石井さんとしっかり地元勢だったし、はい、まあ、小倉の部分からリズム完全にこう変えられていいなと。そうですね、良かったです。実際、まあ、優勝もしてこの G1 でどれぐらいのこう目標とかイメージっていうのを持ってるか。いや、もうとりあえず初日勝ち上がることだけ、はい、じゃあまずはそこをクリアできたということで、あと2次予選ぐらいでどう戦えるか。そうですね、自信はどうですか。まあ、やれることだけやって、はい、頑張ります。ちょっと、まあ、今日は春友さんが、まあ、直前だったりこう、はい、また熱いレース見せてくれると思うんで、気持ちを、そうですね、高めながらまた、はい、勉強します。また2次予選頑張って。ありがとうございます。